任天堂に就職希望の理系の就活生です。アンリアルエンジンや Unity を使ってゲーム開発したり、Ruby、React、Swift で Web やスマホアプリも開発できるんで、自分はできるプログラマーだと思います。任天堂に就職したら優秀なプログラマーになれる自信があるんで、20代のうちにスキルを磨きながら年収1000万稼いで貯金して、数年後にはゲームやアプリ開発で独立しようと考えてます。どうでしょうか？無理です。いろいろ無理です。それを目標に任天堂に就職すること自体間違ってます。まずですね、さっきの質問でも回答したように、さっきの質問は概要欄にリンク貼ってあるので見てください。任天堂にね、就職したから、理系で、バリバリのプログラマーで就職できしても、ゲーム開発できるとは限りません。はい。で、下手したら工場勤務で部品を検査させられる可能性もあります。仮にね、自分がゲームプログラミングをやりたくて、任天堂に、就職を希望したんですって言ってもね、面談で言っても、で、それで採用されても、配属される部署が全然、もう全然関係ない部署に配属されることもあるんで、なので、まずプログラミング自体、プログラミングを、どうしてもプログラミングをやりたいっていうことであったら、そもそも任天堂に就職を希望していること自体間違ってます。はい。で、次にですね、20代のうちにスキルを磨きながら年収1000万稼ぐ。年収1000万絶対いきません。あなたがどんなに優秀で、仮にゲーム開発の部署行って、バリバリにね、めちゃめちゃ活躍したとしても、まあ20代だったら今いくらなんかな。まあ年収600万ですね、頑張って。事務社員と一緒ですよ、給料は。経理とかね、営業とかね、お茶組みしている事務社員と同じですから、給料、基本は。任天堂の評価制度ってそういう風になってるんですよ。総合職っていうことでね、就職するんで、一緒なんですよ。で、そこでね、あなたが、いやいや、俺はこんだけ任天堂に貢献して、プログラムバリなのになんでお茶組の社員と同じ給料なんだとか言ったらもうダメですよ。ダメ。そんなことしたらお茶組の社員以下になりますからね。まあ、そんな大きくは変わんないですよ。大きくは変わんないですけど、お茶組の社員以下で、任天堂でバリバリ貢献する優秀なプログラマーというポジションになります。間違いありません。だから、まず年収1000万。無理です。僕ね、退職したら40代ですよ。40代だけど、年収1000万もはるか上、はるか上。全然届いてません。まあ、僕だけじゃないですよ。もうほぼ、同期みんなじゃないかな。年収1000万なんか誰も言ってないんですよ。40代で。なんでかって言ったらね、就職したもらったらわかるんですけど、もうあえて言いません。レガシーコストとかいうやつですかね。言うならば。だから、40代になっても年収1000万いかないんで、それを目標にしてること自体間違ってます。はい。で、スキルを磨くっていうのもね、これ配属される部署によるんですけども、仮に運よくね、ゲーム開発の部署に配属したとしても、スキルは自分で磨きます。多分誰も教えてくれません。自分で、一つ一つネットで調べながら、スキルを磨くんで、教育制度なんかないですからね。他の部署も一緒だと思うんですけどね。だから今あれでしょ、アンリアルエンジン、ユニティでゲーム開発できるんだったら、今やってることと変わりません。変わりません。任天堂入ってもスキル磨けません。Ruby、React とかでスマホアプリも開発できるんだったら、別の会社行ってください。結局、仮に任天堂に就職したとしても、年収は1000万、はるか遠くて無理です。スキルも磨きません。で、ゲーム開発できるかもできません。プログラミングすらできないかもしれません。で、理不尽に苦しみます。
お茶組の社員よりも低い給料で働かされます。あなたがどんなに任天堂に貢献したとしても、あ、それもブログ記事に書いてあるんでね。僕も任天堂に貢献したんですけど、お茶組の社員以下で働いてましたから。うん。ということで、長くなりましたけど、無理です。任天堂に就職、それを目標に任天堂に就職すること自体間違ってます。別の会社を選んでください。